ん簡単カクテル紹介まずはボウルにカットしたいちご4つと生姜少が大さじ半分を入れたらハチミツは教科書通り誰にも見られないように大さじ1と半分を入れていきますそしたらそれをつぶしながら混ぜていきます終わるまで少々お待ちを <laughs> さあここで登場するのがハクツル糖質ゼロだこれを耐熱グラスに寸分もったがわぬようにぴったり 150cc 入れていきます 拾わったらこれを 500W のレンジでティンします。これと最初に作ったものをしっかり混ぜてあげたら、かわいいイチゴちゃんを添えてあげて完成だ。その名は大人女子向けカクテル、ストロベリー生姜のゼロ割。はい、ラミちんお疲れ様でした。感想よろしくね。あったまるわー、美味しい。これはこの季節最高ですよ、皆さん。<laughs>